佐藤澄香です。ぽっこりお腹を解消する体操をお伝えします。お腹の大きな筋肉腹直筋を鍛えることで血流を上げていって、そしてお腹の脂肪を燃焼してぽっこりお腹を解消していきましょう。今から3つの手順でお伝えします。はい、それでは手順の1つ目です。うつ伏せになっていきます。そしてお腹はつけたまま上体だけこのように起こします。この時肘は90度、そしてつま先を立てておきましょう。はい、それでは手順の2つ目です。この状態からゆっくりと腰を持ち上げていきます。この時注意することは、目線をおへそを覗き込むようにしてゆっくりと上げることです。そして上げたらまたゆっくりお腹を床につけていきます。ではやってみましょう。ではいきます。はい、これを1回として続けて20回、今から一緒にやっていきましょう。はい、それではカウントします。1、2、3、4、5、6、7、18、19、20。はい、それでは手順3番目です。20回終わりましたらゆっくりと仰向けになっていきます。はい、この時全身は脱力しましょう。そしてゆっくり目を閉じたら10秒間リラックスの呼吸でゆっくりと呼吸をします。はい、10秒経ちましたら横向きからゆっくりと起き上がっていきましょう。はい、それでは今お伝えしました3つの手順を1セットとして、あなたのペースで1日に2から3セットチャレンジしてみてくださいね。そしてぽっこりお腹を解消していきましょう。もしこの動画が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。